タンを守りたい。奇才歌集忍びごとき数にならぬと知れ。遅かったか。圧倒的軍事力を武器に天下を掌握した覇王豊臣秀吉、日の本のみならず世界へと戦火を広げようとする秀吉を当時の豊臣配下であった徳川家康が倒してから天下は再び乱世を迎えた。かつての親友であり袂を分かった秀吉の死をきっかけに前田慶次は前田家を出ることを決意する。そしてかねてよりの友である軍神上杉謙信のもとに身を寄せたのであった。武田信玄が病に倒れて以来戦より遠のいている上杉謙信、事情の深きを尋ねない優しき友のもとで刑事は剣を取ることもなく穏やかな日々を過ごしていた。拭えぬ空虚とやりきれない心の傷を抱えたまま。ふう、時が経つのは早いもんだな。こうやって毎日毎日過ぎていくのが退屈そうですね、刑事。あくびの出そうな顔をしていますよ。あ、剣心。そんなことないよ。その調子ではしばらく前田の家にも帰っていないのではありませんか。うん、ちょっとね。心ここにあらず。では刑事、お前に一つ用事を言いつけましょう。荒野の災禍へ使いに行ってほしいのです。了解。災禍ね、お安い御用だよ。道の途中で前田に寄りなさい。しばらく休んでくることです。良いですね、剣心。ああ、分かったよ、ありがとう。安きこと。随分と久しぶりだな。トシと松姉ちゃん元気かな。
あれから全然帰ってないし、どんな顔で挨拶したらいいんだろう。久しぶりだな。おかえり、刑事。前田の本分とは、1に待つ、2に待つ、3に待つだ。前田利家、最も大切なものを守ろう。この命をかけて。さて、いつも通り気合を入れようか。イヌチオ様、刑事が慌てるな、マス。どうした刑事、覇気のない顔だな。ああ、そんなことないよ。ほら、お前、上杉軍に骨をうずめるのか。そのつもりならいいけどな。お前の意志で何かをなす気はないのか。今のところは。前田の本分とは、1に家、2に武芸、3に犬千代様にござりまする。前田利家が妻松犬千代様のあるところ。武芸は武人の本領、松目が見てあげましょう。武士は俺のやることに反対するのかい。反対するわけないだろう。思うことを好きなようにやれ。そのためならどこにでも行け。おっかさんを前にしたようなこの威圧感。山を越えようが海を渡ろうが、それがしは一向に構わん。人情熱くてほかほか。困ったぞ、もう飯がない。ああ、たといようもなき一大事。いざ、あの場所へ。ああ、ご飯をちゃんと用意しなくては。ほらやった、ほらやった。まずこの嫌ですわ、犬千代様ったら。お椀はいつも用意してありますれば。そう、ナスの漬物も出して。刑事様、稽古をつけてください。陣とはこれほどに取りやすいものにござったか。変わってないな。あったかいのも、にぎやかなのも。されてるね。あれやった。いいか、俺たちは俺たちができることをやろう。
お手合わせ願いますか。あの頃のような。俺としましては倒しすぎだと思います。すげえ、名勝負を拝んじまった。前田殿、そなたは春だ。人を和ます桜の木だ。松殿は我らの大事な母なのだ。抜いた株はバカでかかったらしいね。お疲れ様です。水をどうぞ。気はないか。松の裏をかくなんて怒られるぞ。大将、あっちに敵が。もう行っちまった。決着を見逃した。松殿の飯がある限り我らが殿に負けはなし。のろしだ、のろしを上げろ。これを倒していい人の元に帰ってみせなよ。我らが殿のことはご心配なされますな。裸山のごとくどんと構えておいでです。ご覧くだされ、この敵方の慌てよう。
てるよな、人として。それがしはもうダメだ。それがし一歩も動けんぞ。ああ、天地が裂けるほどの位置。前田の本部とは1にいます、2にいます、3にいます。犬千代様にござりまする。犬千代様、ごっちゃになっておりますれば。ですが、何故規制を。もしや、上杉殿に追い出されたと。そんなことはないさ。上杉殿はご健勝でいらっしゃいますか。元気だよ。武芸の稽古はしていますか。勉学はしてるって。郷に入りては郷に従え。上杉流の戦を覚えましたか。大丈夫だよ。上杉軍としてふさわしい振る舞いをしなくては。分かってるって。上杉殿がお優しいのをいいことに、いたずらなどしていませんか。うるさいな、子供じゃあるまいし。お昼に起床するなど言語道断です。なんで知ってるんだよ。さすがは刑事、衰えていないな。上杉殿に失礼をなさいませぬよう。親しき仲にもなんとやら礼儀も呑気も心得てるよ。見事なお手前で。春はメバルがおいしゅうござりまする。夏はカボチャがおいしゅうござりまする。秋はすべてがおいしゅうござりまする。まず、それぐらいにしておけ。刑事、久しぶりの説教だ。甘んじて聞け。この胸にある都忘れ、いつになったら咲くのかわからないけど。俺はその時をじっと待つよ。俺、使いの途中なんだ。それじゃあ、行くよ。待ちなさい、刑事。お弁当です。あ、ありがとう。日持ちするものを入れましたからね。へーって、昆布の二重バッグだよ。いいですか。寄り道をしてはいけません。知らない方について行ってもいけません。それから、それから。もういいって。じゃあね。あ、刑事、次はいつ顔を見せてくれますか。体に気をつけろよ。えいへい。もう、うるさいんだよ。
松姉ちゃんは。どれどれ。うまい。空が遠いな。なんだろうな、この気持ちは。お市さんなのか。あなた誰？位置を知っているの？怖かった。そうね、そうよ、そうなの。こんにちは、位置に会いに来てくれたの？あなた一人ぼっちなの？じゃあ同じ。いいか、あれは魔王、大御殿魔王だな。うん、うん、こっちへ来て、イチが抱きしめてあげる。やめて、一の居場所を奪わないで。俺たちの大御殿は死なねえよ。遠ざかるの近づくの、離れるの捕まえるの、死んでゆくの諦めるの、限りあるの夢を見るの。
ないよ。助けて、魔王の手が来る。笑って待ってろよ。必ず俺が助けるから。明かり燃える。やめて。みんなを知らない、誰もいないの。あの暗い目を見たら気を失っちまって。焦がれてみせましょう、命の曲がり。何も見えない。ここはどこなの。夢を見た気がする。悲しい夢を。Huh!
最近ね、兄様とたくさんお話しするのよ。ジャイドだよ。ロッシーが光に弱いのか。どうした、この羽に見とれていたかい。ジャイドだよ。初め始めて幾千里、あって、もう痛くて動けない。早く立ってお市様、だって俺らは魔王軍。されてるね。おいさ、両手両足じゃ数えきれねえ。取っときな、なんてね。おいさ、逃げろ、怖いよ。そりゃそりゃ、取っときな、なんてね。一騎打ちこそが戦の花よ。まさに地獄の夢のもと。兄様は死んだ？何を言っているの？聞きたくない。どうして嘘をつくの？死ぬな、大御殿魔王。俺たちの野望が。新たな流派の始祖ともなれましょうぞ。それ村が、織田残党ども、貴様らの心根が一番の罪を。いいんだよ、これは俺たちの魔王だ。よっ。
に会ってきたんだ。今から一緒に行こう。そんなの嫌。一のオチはここよ。違う、あれは魔王じゃねえ、妹の方だ。されてるね。されてるね。今のあんた夢の中、本当に全部忘れちゃったんだな。あんたみたいに忘れられればな。出せましょう。やった。あなたもこんなに激しいの。増えていく。一の心も知らないで。その次はどこ、いつ来るの？開け目の刻、そこの刻、からな。でもきっとそれでいい。あなた優しいのね。また会いましょう。この胸にある都忘れ、いつになったら咲くのかわからないけど。俺はその時をじっと待つよ。そろそろどうにかしないと。ああ、ダメだダメだ。こんな調子じゃ骨の髄まで腐っちまう。この気持ちをパーッと吹き飛ばすような景気のいいことはないのかね。最下集、有名な傭兵集団か。さっさと済ませて帰ってこようかな。こんにちは。上杉の使いなものだけど。棟梁に何用だ。だから使いで来たんだ、軍神の。とりあえずそっち行くから。一覧手柄？そんなのいらないよ。
個の強さ、それだけでは何の価値もないぞ。トリオ、軍神からの使いが来ています。あれは、なるほど、上杉の風雷棒か。なんだかおっかない姉さんがいるな。松姉ちゃんだね、ありゃ。兵力損害警備、展開を続行する。うちの大将はこういうのうまいんだぜ。どうした、この羽に見とれていたかい。案ずるな、獣は銃にかないはしない。了解。何やらふぬけた男ですね。豪気な気質と聞いていたが、どうやら見かけ倒しのようだな。声だけはでかい男ですね。それだけでは何の役にも立たない。焦がれてみせましょう、命のままに。この危機は善の危機、防衛に回るぞ。羽ばたく手合いだ、翼の根を打ち止めろ。10、20、両手両足じゃ数えきれねえ。実のところ、アラムシャこそが最も対処に困る相手だな。ご覧くだされ、この敵方の慌てよう。新たな流派の始祖ともなれましょうぞ。銃と刃、どちらが上かは分かるだろう。劣勢に傾くか。いや、それはない。二度目の屈辱はごめんこうむ。いやさか、反撃を。あとは嫁さんに尻でも叩かれてきな。自分探しだとか称してフラフラ出歩くような奴ならどうします。だとすれば究極に頼りない男だな。適当にあしらって追い返してやれ。ああ、こんなところに隠れてやがった。こりゃ
後ろの正面を向くのが恐ろしいね。なんか言われてんのかな。すげえ、名勝負を拝んじまった。我らのための子守歌、後悔はない。我らは次第に戦に来た。忠告しよう、一点突破など最後の手段だ。所属する軍が異なった。それだけのことだ。トシ、今頃どうしてるかな。お前の噂は聞いてる。個人技のみの強者だ。あれはここまで追い詰められるとは。正義があるとすれば、生き残った側だ。貧須など評価を図る物差しでしかない。いいか、俺たちは俺たちができることをやろう。行くぞ、最下の名を世に知らしめろ。悪い予感だな。予感はやれだ。もらわれてるね。後でこっそり馴れ初め話を聞かせてよ。了解っす。お前に我らの名を託そう。それこそが誇り。景気のいい話が転がってこないかな。こうババーンと、ババーンと。景気のいい姉さんが。あんた名前は。我が名は最下孫一。誇り高き最下衆とは我らのことだ。孫一って言うんだ。覚えてろ孫一。無敵どもより前田殿を一番隊に。
お前の名は知っている。前田刑事だろ。知ってんのかい。嬉しいな。勝利に微笑まれたり、ムークは嫌いではない。好みの男を教えてくれないかな。知りたいか。頼りになる男。名前知ってるの。悪い意味でだよな。契約、交易、時には恨みと因縁。さあ、お前は我らに何を望む？お前なら我らにどれだけの値をつける？最も堅実に勝利するための手段、それが銃だ。もらうよ。されてるね。最下の鳥どもだ。生粋の戦闘民族よ。焦がれてみせましょう。見た目で判断するな。我らもお前をそう見る。何にも恥じぬ生き様を。いやー、今日は景気のいい日だな。お前は面白い男だな。用は済んだか。ではさらばだ。あ、待ってくれ。惚れた女は死んでも守れ。君だ。俺あんたについていくよ。我らに？そう。だが我らはとある軍勢との契約に向かう。出発の時は近い。そうと決まりゃ。ちょっと待っててくれよ。準備してくるから。本当に連れていくんですか？あの目を見ろ。本気で恋をしている目に見えるか。あれは虚勢だ。己に嘘をついている目だ。大方私に惚れたというのは口実だろう。何かから逃れるためのな。我らが逃げの口実に使われようとは、何とも笑える話だな。どうします？追い返しますか？いや、放っておけ。我らは自由を尊重する。自由という名の偉大なるわがままを。